模擬戦闘訓練を開始します。本日は私たちが日頃行っている訓練の一部を簡略化して展示し、その訓練成果を皆様にご覧いただきます。訓練中はグラウンド内を部隊が行動しますので、立ち入らないようお願いいたします。また訓練中は空砲射撃による大きな音がします。射撃前にアナウンスおよびプラカードにより注意喚起いたしますので、ご注意ください。訓練に使用する地域を説明します。グラウンドに向かって左方向をご覧ください。赤旗が振られている一帯は侵略した敵部隊が占領している地域です。赤旗の左側のクリーム色の外壁の建物はビルです。また赤旗の右側にある骨組みのみの2つの建造物は家屋を現示しています。今回は内部をご覧になりやすいように外壁、屋根等を取り払っております。なお左側の建物を建物 A、 右側の建物を建物 B と呼称します。これらの建物を占拠した敵が自衛隊を待ち構えています。グラウンドに向かって右方向をご覧ください。グラウンド右側は我々自衛隊側の地域です。右奥の入り口から自衛隊が侵入します。これより野戦砲等に増強された第14普通科連隊第3中隊が建物を占拠する敵に対し攻撃を行います。訓練実施にあたり担当中隊長が開始報告を行います。担当中隊長は神奈川県出身第3中隊長一等陸尉竹内大輔です。第3中隊お連れ族で行きます。状況を開始します。敵部隊の撃破を命ぜられた中隊長は攻撃を確実に成功させるため敵情の解明を命じます。こちら中隊長、ドローン、情報、狙撃は敵情を解明せよ。ドローン了解。情報了解。狙撃了解。中隊長、こちらドローン、これより偵察を開始する。こちら中隊長了解。グランド内右手上空をご覧ください。ドローン、通称 UAV による偵察が開始されました。 UAV は小型で小音であり、またヘリコプターより低い高度を飛ぶことができるため上空から鮮明な写真撮影をすることができます。防衛はもとより災害現場における行方不明者の捜索等さまざまな場面で活用されています。中隊長、こちらドローン、建物 A および B に人員数名を確認。こちら中隊長了解。ドローンによる偵察により建物 A および B に人員を発見しました。中隊長は細部の状況を確認するため情報小隊にオートバイによる偵察を命じます。こちら中隊長、情報はオートバイにより偵察を実施、細部の敵情を解明せよ。こちら情報了解。情報小隊がオートバイにより侵入してきました。隊員は高い運転技術を有しており、あらゆる地形を克服して偵察を実施します。Yeah!
隊長了解。右手上空をご覧ください。 UH-1 が侵入します。 UH-1 には狙撃およびレンジャー隊員が搭乗しており、ヘリコプターからのリペリング効果による潜入を実施します。中隊長こちら狙撃レンジャー潜入を開始する。こちら中隊長了解。狙撃およびレンジャーは厳しい任務も長期間にわたり継続することができる陸上自衛隊の精鋭たちです。狙撃は高い射撃技術と銃の性能を生かし、遠方からでも目標を狙います。射撃のタイミングは極めて限定されるため、いかなる状況においても確実に命中させる技術と精神力が必要です。レンジャーは主として遊撃活動によりあらゆる困難な状況を克服して長期にわたる任務を完遂する高い技術及び精神力が必要です。放課後狙撃は狙撃的地へ、レンジャーは遊撃活動を実施する地域へそれぞれ前進します。こちら中隊長、小銃小隊は建物 B に取り残された一般市民の保護を実施せよ。中隊長こちらは小銃小隊了解。これより前進を開始する。小銃小隊が侵入してきました。軽装甲機動車、通称ラブです。軽装甲機動車は防御力と機動力を兼ね備え、天井ハッチから射撃が可能です。軽装甲機動車の右2両は高機動車です。悪路に強く、人員輸送や物資運搬など多用途に利用可能です。奥に配置する2両は2分の1トントラックです。 12.7mm 重機関銃、通称 HMG を搭載しており、前進する部隊を援護します。中隊長こちら小銃小隊、展開完了。これより建物 B に接近する。こちら中隊長了解。下車展開した小銃小隊が相互に警戒しつつ建物 B に接近します。中隊長こちら操縦小隊、建物 B に到着。これより建物 B から一般市民を保護する。こちら中隊長了解。一般市民に偽装していた2名が隠し持っていたナイフで隊員を攻撃しました。
攻撃された隊員は自衛隊格闘術により敵を制圧拘束します。自衛隊格闘術は火器を利用できない状況においても確実に敵を制圧する技術です。中団長、こちら操縦所隊建物 B、 一般市民の4名のうち2名からナイフによる攻撃を受けたため拘束。なお残り2名の一般市民は高機動車に収容完了。ナイフ所持していた人員2名についてはこれよりラブに収容、控訴する。本部で受け入れ頼む。こちら中隊長了解。中隊長、こちら操縦所隊敵狙撃により隊員1名負傷、第一線救護実施後控訴する。こちら中隊長了解。敵の狙撃により隊員が負傷しました。高機動車により隊員を拘束します。なお第一線救護とは戦闘中に敵の射撃等で負傷した隊員に対して実施する応急処置です。陸上自衛隊では全隊員を対象に訓練を実施しています。事後負傷者を担架に乗せた後高機動車で拘束します。こちら狙撃、建物へ左側ビルに敵狙撃手を発見、射撃する。こちら中隊長了解。グランド右奥の銀色の骨組みの建物の上部をご覧ください。自衛隊側の狙撃手が敵狙撃手に対し狙撃します。中隊長、こちら狙撃、敵狙撃手に命中。なおビルにはまた敵数名が遭難する模様、引き続き任務を継続する。こちら中隊長了解。中隊長、こちら操縦所隊一般市民、ナイフを所持していた人員および負傷者の収容完了。こちら中隊長了解。操縦所隊は離脱せよ。こちら操縦所隊了解。中隊長、こちら操縦所隊これより離脱する。こちら中隊長了解。操縦小隊が離脱します。中隊長は事後の操縦小隊の攻撃を容易にするため建物 A 一帯に対して有利な位置から射撃可能な左手ビルに所在する敵の掃討をレンジャーに命令します。こちら中隊長、レンジャーはビルに突入し敵を掃討せよ。中隊長、こちらレンジャー了解。左手ビルの屋上をご覧ください。屋上からレンジャー隊員が戦闘懸垂により降下し突入の支援体制を取ります。続いて隊員が突入します。レンジャーは突入前に閃光手榴弾を投げ込みます。閃光手榴弾は大きな音と強い光により敵の視覚および聴覚を麻痺させ制圧を容易にします。こちらレンジャー、掃討完了。こちら中隊長了解。レンジャーは現在地から建物 A および B 方向を警戒、監視せよ。中隊長、こちらレンジャー了解。レンジャーは左手ビルの敵を掃討し操縦小隊の攻撃を容易化しました。続いて中隊長は建物 A の敵の掃討を命令します。こちら中隊長、東白、大戦、操縦小隊は建物 A に所在する敵を掃討せよ。砲白了解。大戦了解。操縦小隊了解。中隊長、こちら砲白、これより前進を開始する。こちら中隊長了解。砲白部隊が侵入してきました。
一番手前が81ミリ迫撃砲です。81ミリ迫撃砲は普通科中隊が有する火砲であり、砲身、定番、脚に分解でき、人員による運搬が可能です。現在地から射撃したとして金沢駅付近まで射撃が可能です。81ミリ迫撃砲の後方は120ミリ迫撃砲です。120ミリ迫撃砲は普通科部隊が保有する最大口径の火砲であり、高機動車などの車両で牽引して展開位置まで前進します。現在地から射撃したとして金沢港付近まで射撃が可能です。120ミリ迫撃砲の後方は155ミリ榴弾砲、通称 FH70 です。 FH70 は砲のみで小移動が可能であり、現在地から射撃したとして小松空港付近まで射撃が可能です。中隊長、こちら大戦、これより前進を開始する。こちら中隊長、了解。続いて87式対戦車誘導弾及び丸一式携帯戦車誘導弾の順で対戦車部隊が侵入してきました。この火器は普通科中隊が保有する主要な大気効果力です。ミサイルにより敵戦車を攻撃します。中隊長、こちら砲班、射撃準備完了。こちら中隊長、了解。攻撃準備射撃を開始せよ。砲迫部隊の攻撃準備射撃が開始されます。この射撃は攻撃に先立ち、事前に敵の戦闘力を減少させることが目的です。 FH70 が射撃します。大きな音がします。ご注意ください。中隊長、こちら砲班、初弾弾着を確認、引き続き射撃する。こちら中隊長、了解。中隊長、こちら狙撃、敵戦車の前進を確認。敵戦車が現出しました。戦車が射撃します。大きな音がします。ご注意ください。了解。対戦の射撃により敵戦車を撃破しました。敵からの反撃による損耗を防止するため新たな射撃位置へ移動します。こちら中隊長、砲迫は遠隔射撃を開始せよ。中隊長、こちら砲迫、了解。小銃小隊の前進を援護するため砲迫部隊が煙幕を伴う射撃を実施します。 FH70 が射撃します。大きな音がします。ご注意ください。
中隊長こちら紅白初段弾着を確認。引き続き射撃する。こちら中隊長了解。砲弾が弾着しました。白色の煙幕が広がっています。この煙幕により周囲から建物 A への観測を妨害し、小銃小隊の前進を容易にします。こちら中隊長、小銃小隊は攻撃展開を開始せよ。中隊長こちら小銃小隊、これより前進を開始する。こちら中隊長了解。建物 A に突入する小銃小隊が侵入してきました。下車して展開します。中隊長こちら小銃小隊、展開完了。こちら中隊長了解。武器を捨てて投降せよ。中隊長こちら小銃小隊、敵は投降の意思なし、攻撃前進を開始する。こちら中隊長了解。突入の体制が整いました。建物 A の右側にいる部隊が突入します。その他の部隊は周囲を警戒しつつ建物への突入を援護します。中隊長は建物 A への突入を命令します。こちら中隊長、小銃小隊は建物 A に突入し敵を掃討せよ。こちら小銃小隊了解。突入する隊員が先行手榴弾を投擲します。小銃小隊突入開始。小銃小隊が建物内に突入しました。建物内の敵を掃討します。中隊長こちら小銃小隊、建物へ掃討完了。こちら中隊長了解。第三中隊は全ての敵を掃討し任務を完遂しました。以上をもちまして訓練展示を終了します。